祖母の話小さい頃祖母の話を膝の上で聞くのが好きだった昔々ばあちゃんがお前と同じくらいかまだ小さかった時の話だちょうど梅雨の時期でな34日ほど降り続いた雨が上がったけん裏山に遊びに行ったんよ そしたら山のてっぺんで妙なものを見つけたのだというそれはススキの生い茂った中にあったそうだ最初はススキに何かついとう思うて近寄ってみたら茅に透明な寒天のようなものがついとってな祖母は最初それをキノコの一種か何かだと思ったらしい 珍しいけん他にもねえか思うてあたりを見たら寒天のいっぱいついた腕が落ちとったその腕はアマガエルの緑をもっと透明にしたような透き通った緑色をしていたそうだ形は人の手と変わらんけどでっかい水かきが追悼けんこらカッパの腕や思うて慌てて腕を持って山を降り始めたんよ 何か考えがあって腕を持って降りたわけではなくとにかく大ごとだ大変なことだと大人の意見を聞かなくてはと思ったと祖母は言うで池の端まで降りた時に昔は山ん中でもちょっとでも水気がありゃ田んぼ作っとんた作っとたけん山ん中でもため池があったんよそこまで来た時に声がしてな すみませんすみませんと泣きそうなあ祖母いわく高いのにのぶとい声が聞こえて祖母は足を止めたそうだ姿は見えんけどため池から「すみませんすみません腕を返してください腕を返してください」ち言われてな「返してくれ」と言われても別に取ったわけでもないのにと祖母は釈然としなかったそうだ でも返さんわけにはいかんからなカッパを怒らせると大水が出るというしだけど返そうとしている相手が本当にカッパなのか心配になったんな私で大丈夫な相手なのか不安になった祖母は池に向かって姿を見せろと言ったらしいすると池の中から姿は見せられんと返されたそうだ ならカッパだという証拠を見せろというとそうすると池の真ん中から切れている腕とおんなし腕が出てきたけんな手に持ってた腕を池の中に投げてやったんやカッパは「ありがとうありがとう」と言いお礼を山入り口の榊の木の下に置いとうけん使ってくれとそれはどんな悪い者も,も,も立ちどころに直してくれると その代わり今日のことは大人に言わないでくれと言われて祖母は了承したそう山を降りてから言われた通おり榊の下に草で編んだ小さな箱があってなそれはおそらく蚊帳で編んだもので大き,大きさは幼かった祖母の手のひらより少し大きいくらい形は六角形だったらしい 同じく草でできた蓋を開けるとな中には馬の脂のような白っぽい軟骨が入っとったどんな悪いものでも立ちどころに直すという河童の言葉を思い出し試しに擦り傷に塗ってみると文字通り瞬時に傷が消えたそうだこりゃ大変なものをもろうた大事に使わにゃ使った分がまた増えるということもなかったためそれ以降祖母は薬を大事に保管してい 保管しておいたそうだ不思議なことに草でできとる箱はいつまでたってもきれいな緑色のまんまじゃったな大事に使わないとそう思いながらも一度だけ誘惑に負けそうになったらしいばあちゃん頭が良くなかったけんな頭に塗ったら頭良くなるんか違うかと思ったけどちいともようならんかった。 まだ残っていればお前にあげたんだがなぁと祖母は言うじいさんが屋根から落っこった時に全部使い切ってしもうたんよまあじいさんが助かったからお前が生まれたんだけどなと言って祖母は笑っていたそれにしてもなんで腕なんて落っことしたんだろうそれを聞き忘れたことが祖母にとって人生最大の後悔らしい